はい、皆さんこんにちは。レナです。ダカです。キブログです。私たちは大須に来てます。後ろに見えてるのが大須観音です。というわけで今日は一日食べ歩きをしたいと思います。そうです、大須商店街は食べ歩きのスポットですのでいろいろ食べたいと思います。五平餅、この五平餅のお店は2種類のお味噌があって、赤味噌とくるみ味噌、で結構あの五平餅小さいから両方買って食べ比べができる。まあ、名古屋といったら赤味噌だけどねよく来てる私の大津にあるフードツアーをやってて、ここでいつも連れて行きます。みんな美味しいと言ってくれる。はい、来たー。で、こんな丁寧にここにくるみと赤味噌を書いてくれて、お団子みたいじゃん。そうそうそう、めっちゃ小さい。五平餅だから、あの何、小判みたいな形のやつだと思ったけど違う。めっちゃ食べやすいじゃん。いただきます。これ切っちゃった。地域によって違いまして、はい、その地域その地域、あのわらじのような形の地域もあれば、あ、そうなんだ。ようなのもある。で、私の実家のエナの中津川あたりはこういうお団子型が多いんです。はいはい、初めて見た。これでもくるみです。うまでしょ。めっちゃうまいよこれ。焼きたてだし、うん、めちゃめちゃ食感がいいし、赤味噌、赤味噌もいい。どっちが美味しい？食感はくるみの方が面白いかもね。でもこっちの方が味が濃い。食べていい？はい、食べていいよ。だから名古屋人は、うん、うまい。やっぱり赤味噌。味はこっちの方が。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また来ます。ありがとうございます。はい、次は何を食べましょうか？次は何を見つけるかを探して。これ大須ってすごいでかいよね。一人で来たらマジで迷子になっちゃうね、初心者の人は。誰かこう名古屋を詳しく知ってる人と来た方が多分ねいいですよ。私みたい。大須は私みたい。あ、そうじゃん。私みたい。今雨が降っておりますが、外国人は傘を差しません。そんな10メートル傘を差すのがなんかめんどくさい。ヨーロッパの人はこういう風に傘を差さないことが多いです。私だけじゃないよ。今メイン通りに戻ってきたけど、めっちゃ美味しそうなものばっかだよ。そうだよ、左にロールアイスがある。あとお好み焼きとか、あ、すごい。ここにウイロがあるよ。あ、本当だ、名古屋の大須ウイロ、有名だよね。そう、ウイロは皆さん知ってますか、大須ウイロ。釜せん、はい、ノーマルにする。いただきます。うまそう。ちょっともめちゃめちゃいいよねパリパリだし、ベリーグッド。ベリーグッド、ベリーついてるね。そう、名古屋名物はエビフライなんだけど、ここにエビドッグがある。ほんとだ、すごそれならめちゃめちゃいい仕組みじゃない。エビフライにホットドッグ、この辺だけの料理かもよ、エビドッグ。このお店よく通ってるけど、フルーツサンドかクレープが売ってる。だからフルーツのお店。ここにフルーツサンドあるじゃん。だからフルーツサンドは食べてみたいなと思って。めちゃめちゃカラフル。すごい。かわいい。はい、来ました。なんか小さいかと思ってたけど、意外とめちゃめちゃでかいよ。めっちゃ分厚。フルーツめっちゃ入ってんじゃない？そう、マンゴー、イチゴ、キウイ、マンゴーから食べるよ。うまそう。めちゃめちゃ美味しそう。うまそう。もうどう言えばいいか分かんないけど、めちゃめちゃ美味しい。お？でしょ？これは世界、うま、なんか今まで食べたフルーツサンドの、うん、一番美味しいフルーツ。マジで一番うまい。マンゴーが一番うまい。Yes。 これマンゴーだけのやつあるのか。なかった。お店の方はぜひマンゴーだけを作ってください。こっちこっち、この店新しくできたから絶対に食べてみたい。
ピスタチオがうまそうだよ。ピスタチオにする？ごめんなさい、ありがとうございます。ニューン見て、わーすごい、うまそう。ピスタチオチョコいただきます。なんかワッフルがパリパリじゃなくてこう、うんうん、ね、もちっとしたワッフル。皆さん、米表知ってますか？大須に米表は何個あるでしょう？あっちにも、あっちにもあったよ。3個ぐらいかな。めちゃくちゃいっぱいある。米表はちなみに、名古屋のこれね、中古屋さん。そう、ブランド品とかが安く中古で買える。米表って名古屋だけなんだ。そうなの。これちっちゃい時からずっと見てたから全国的にあるものかと思ってた。違います。ちょっと商店街から出なきゃいけないけど、あっちに私はいつもツアーで行くタピオカのお店がある。おお、タピオカ。いまだにタピオカって人気なのかな。もうブーム終わったんじゃない？終わったはずなのに、大須では50店舗以上あるよ。美味しそう。うん、黒蜜めちゃめちゃ美味しい。甘いってこと？まあね。まあ大須は何があるかっていうと、服屋さんと中古屋さんと電気屋さんとアニメ漫画ショップとレストランと、なんか欲しいなって思って大須に来てないことは多分ないと思う。そう、皆さん奥に大きな猫がいますよ。招き猫。招き猫。お腹いっぱいになった？お腹いっぱいになりました。ね、もう甘いものと甘くないものといろいろ食べて、でまだまだ美味しいもの多分いっぱいあると思うよ。山ほどある。まあでもこの動画はここで終わりにします。楽しかったなら。いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。